ここからバスに乗る予定でしたが、乗り合いタクシーに乗ることにしました。預けました。さて出発。ピレート駅一番出口すぐ出て目の前の抹茶カフェに来まして、ここで休憩します。結構弾力がある。ハンカオ、ダンカオだって。美味しそうです。チェックインしまして、今からお昼ご飯。昨日も今日も満室だそうで、忙しそうでした。はい、美味しいもの食べます。この犬かわいい。今日はちょっと贅沢します。多分これ鴨ペーストつけたものとソーセージ、クローズのグリル、グリルオールかけてグリルと、今日はかぼちゃソースがあって、スタートで食べます。いただきます。いただきました。で、ホロホロのお肉、セットのデザート、本当はこのブリュレついてないんだけど、今日は特別でついてました。ブリュレです。本当ね、お花の紅茶にしました。おー、パリパリだ。こんな感じです。はい、私が今日見に来たのはこれです。階段の裏にあるこの高尾の市、蘭春天从高雄出发っていう市です。詳しくはブログに書いてるので、内容気になる方見てください。夜はライブがあるらしいです。私はこのこれかな、デジタライブ、デジウェーブ、ヤオゼンなんとかっていう
展示会を、デジタル展示を見に来ました。なんか本当は入れるはずの展覧会なんですけど、イベントがあるから6時からしか入れないらしく、チケットを買ってれば6時で行けるとのことで、それまでうろうろします。リハーサルしてる、誰だ、リハーサルしてます。今夜結構目玉ですよ。結構な綿放置じゃなかったかな、今日綿放置と面白いなったかな、忘れちゃったけど、今日2組ともめっちゃいい人です。10月10日だから。じゃん、じゃーおほーみゃん、フォイエ見に来ました。行きます。天の神様にお願い、好き、まずみゃん、また大きな病があるけど行きたいけど、チケット買った展覧会に行きたいので今回は行けないけど、また来るね。はい、お金も払っちゃったんで、それに向かって行きます。バスに乗ります。あのお寺の前のバス停から。やばい、ここ提灯通りだった、お寺の横の道。ちなみにさっきのバスは乗り過ごしたようで、次の経路へ急いで歩いていきます。20分ぐらい歩くらしい。あるある、はい、まあ綺麗な道だからいいや。なんかまた夜市があった、疲れた。今電車が来るのを待っております。目の前は夜市です。なんで忙しいほど時ほどさ、いろんなもの見つけるんかね、腹立つ。やっぱ固定的な予定を入れる旅は良くない、良くないわってことに気づきました。自由が一番いいです。Thank you.
すごい動物のものが多い、嬉しい。カルチャーに買いました。好、